1956年のロードレース世界選手権1956年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第8回大会である。6月にマンシマ TT で開幕し、イタリアモンツァで開催される最終戦まで全6戦で争われた。フランスとベルギーがカレンダーから外れたためにこの年の世界選手権は全6戦となったが、 初めてすべての大会で全クラスのレースが開催されたシーズンでもあった。ドイツ GP の開催地は未だ定まっておらず、前年のニュルブルクリンクから再びソリチュードに戻っている。元グッチの V8500cc この年はイタリアンメーカーのグランプリ支配が始まったシーズンだった。この年以降、 1960年代に入って、日本製のマシンが台頭してくるまで、全クラスを、イタリア製マシンが制することになる。イタリアンメーカーの中でも一歩抜きんでたのは、メガボルトアグスタで、開幕2000のジレラの欠場にも助けられたとはいえ、もともと得意だった 125.250cc クラスに加えて、念願の 500cc クラスタイトルを手に入れた。 特に第3戦のベルギーでは全クラス優勝という偉業を成し遂げている。もう一つのイタリアンメーカーの元グッズは熟成された 350cc 単気筒マシンが今シーズンも健在で1953年以来のタイトルを守り続けた一方、500cc クラスには革新的な V8 エンジンのマシンを走らせたが、 時折速さを見せるものの信頼性不足で乾燥もままならない状態が続いていた。イタリア勢以外ではドイツの BMW が満を持たしてこの年から 500cc クラスに燃料噴射装置付きのマシンでフル参戦を開始した。メガボルトアグスタ500前年のダッチ TT でのボイコット騒動の影響でチャンピオンであるジレラの ジェフ・デュークと2位のレグ・アームストロングが欠場せざるを得なくなった開幕戦満島でこの年からメガボルト・アグスタと契約したジョン・サーティースが 500cc クラス初優勝を飾りサーティースはそのままの勢いで3連勝した一方第3戦のベルギーで復帰したジレラだったがこのレースではデュークが一時トップを走りながらトラブルでリタイアに終わった 第4戦ドイツでサーティースは 350cc クラスでのアクシデントで腕を骨折してしまい、シーズン後半戦を欠場せざるを得なくなる。このレースではアームストロングが勝利してジネラが一死を報いたが、次戦のアルスター GP でランキング2位のワルター・ツェラーがリタイアとなったために、欠場中のサーティースが初タイトルを決めた。デュークは、 最終戦のイタリアでの優勝が今シーズン唯一のポイント獲得に終わった。フル参戦を開始した BMW は優勝こそできなかったもののアルター・セェラーがたびたび表彰台に上がる速さを見せランキング2位を獲得した。また、アルスター GP ではジョン・ハートルがノートンに2年ぶりの勝利をもたらしている。 この年も 350cc クラスは、元グッズの水平単気筒エンジンのマシンが飛び抜けて、早く、開幕から喧嘩花、ビルロマスと元グッズのライダーが連勝した。第3戦のベルギーでは、ジョン・サーティースが、メガボルト・アグスタにとって、また4気筒エンジンのマシンにとっても 350cc クラスでの初となる勝利をもたらしたが、そのサーティースは、 第4戦ドイツの8周目にクラッシュし、腕を骨折する重傷を負ってしまう。そしてドイツ GP と次のアルスター GP を連勝した、ロマスが自身にとっては2年連続、元グッズにとっては4年連続となる 350cc クラスタイトルを獲得した。メガボルトアグスタが今シーズン 250cc クラスに投入したのは、 前年の 125cc のボアアップ仕様ではなく、新型のフルサイズのマシンだった。この新型マシンとカルロウビアリの組み合わせは、他の追随を許さず、6戦中5勝を挙げる圧倒的な強さでチャンピオンに輝いた。ウビアリが唯一勝てなかったアルスター GP でも、勝ったのはメガボルト、アグスタのルイジタベリだった。メガボルト、 アグスタとカルロウビアリのコンビは 125cc クラスでも強力だった。ウビアリは開幕から第3戦ベルギー GP まで3連勝したが、これは前年から通算すると8連勝だった。ドイツ GP ではジレラのロモロ・フェリがウビアリの連勝にストップをかけたが、ジレラの2気筒マシンは速さはあったものの信頼性にかけ、 フェリは2レースしかポイントを獲得できなかった。結局、ドイツ以外のすべてのレースに勝利した、ウビアリがこのクラスでは2年連続3度目となる、タイトルを獲得した。5台しか完走できなかった、アルスター GP で5位となって2ポイントを獲得した、フランク・コープはこの時60歳だった。これは、ロードレース世界選手権におけるポイント獲得の、最年長記録である。 ありがとうございます。